ナオミ・ワッツはイギリス出身の女優。イングランドのケント州、ショアハムで生まれる。父親のピーター・ワッツはピンク・フロイドのサウンドエンジニア。母親のミブ・ワッツはアンティークのディーラーや衣装デザイナーを務めていた。幼少時のナオミがピンク・フロイドのメンバーらと共に収められている写真をニック・メイスンがピンク・フロイドの自伝に掲載した。 一つ違いの兄であるベン・ワッツは現在イギリスで写真家として活動している。両親はナオミが4歳の時に離婚し、7歳で父を亡くすと家族と共にウェールズのアングルシートに移住。母方の祖父母と生活した。ワッツは離婚後の母を端的にヒッピーと表現した。ワッツが14歳の時、1982年に家族は 祖母の出身地であるオーストラリアのシドニーに移住した。一家は揃ってオーストラリアの市民権を得たために重国籍となったが、ワッツは国籍や愛国心についてイギリスでの14年間はとても幸せな日々で離れたいと思ったことはない。オーストラリアに住んでいた頃も頻繁にイギリスを訪ねた。と語っている。シドニーに移住後ワッツは 複数の演劇学校に在籍した。15歳の時にオーディションで出会ったニコール・キットマンとは現在に至るまで深い交友関係にある。1986年に演劇活動を休止し、モデルとして生計を立てるために日本へ移住した。しかしプロのモデルとして肉体的な必要条件を満たしていなかったために、ワッツにとって、 全く興味の湧かない販売促進の部門に配属されそうになったことから4ヶ月で辞職。彼女は後に当時のことを人生で最悪の時期と振り返っている。帰国後はデパートでファッション雑誌のアシスタントとして働いた。その中で小規模の演劇活動に招待されるうちに演劇活動への情熱を取り戻し、再び女優として活動する決意を固めた。 女優としてのキャリアの始まりは、オーストラリアのテレビドラマやコマーシャルであった。インディーズ映画で共演した、キットマンやタンディ・ニュートンが、世間の注目を集める中でワッツは、評価されるまでに至らず、カルト映画や B 級映画で食いつなぐ苦しい時期が長く、続いた。2001年のデビット・リンチによる、映画、マルホランド・ドライブの主役に抜擢され、ナショナル・ボード・オブ・レビューなど、 数多くの映画賞を受賞したことを転機に、翌年に日本で大ヒットしたホラー映画のリメイク作品であるザリングにも主演。2003年公開の21グラムで初めてアカデミー主演女優賞にノミネート。2005年公開のキングコングでは37歳のヒロインということで大きな話題となり、キャリアの中で最高額となる5億ドル超の興行収入を記録した。 オーストラリアの学校でクラスメイトであったニコール・キットマンや21グラムで共演したベニチオ・デル・トロ、オーストラリア人女優アイラ・フィッシャーとは特に仲が良い。過去にステファン・ホップキンスやケリー・ザ・ギャングで共演したヒース・レジャーと2002年から2004年まで交際。2005年春からアメリカ人のリーブ・シュレーバーと交際し、2007年7月28日にロサンゼルスで シュレーバーとの間に長男を2008年12月13日にニューヨークで次男を出産。2016年に二人は破局した。仏教への改修を行ったとされている。ありがとうございます。